はいはい、それじゃあちょっとここで休憩。お疲れー。疲れたな。ちゃん、はい、私ちょっと行かなくちゃいけないの。どこへですか？練習の前にし忘れたことがあるから、それをね。そういうわけだから、まどかちゃんと離れるのは切ないけど、本当にごめんね。様子を見てくるか。よ、小雪。あれ、誠お兄ちゃん、なんでここにいるの？おう小雪、今お前の後をつけてきたんだけどよ。なんとなく外の空気が吸いたくなったんだよ。それでわざわざ屋上まで来たの？そうなんだ。今日はいいお天気だから、少しでもお空に近い方が気持ちいいもんね。まあ、そんな感じだ。誠お兄ちゃん、さっきはごめんね。私ちょっと慌ててたみたいで。洗濯カゴのことか？別にいいよ、間違いなんて誰にでもあるしな。気にするなよ。ありがとう。
お兄ちゃんならそう言ってくれると思ってたよ。こいつ。なあ小雪、なに？ここ最近なんかお前妙に俺に気を使ってないか？お前もともと世話好きなところあったよな。最近特にっていうのか、なんかきっとお兄ちゃんのせいだよ。え？まことお兄ちゃんのせいだよ。俺は？そうだよ、お兄ちゃんここの寮に来てからなんかだらしなくなった気がするもん。そうかな。そうだよ、きっとそう。ううん、絶対そう。お兄ちゃんのせいなんだよ、全部。もう、こんなにムキになるなんて、どうしたんだ、小雪のやつ。その甲斐あって今回の鎌倉編の台本ほぼ完成だけどな。作業に集中していたら腹が減ったみたいだな。調理場の方にまだ何かなかったかな。誰かいるのか？へーもん。小雪、そこにいるのか？いや、それが一区切りついたらちょっと腹が減ってさ。ん？どうした？もう終わっちゃったんだ。ああ、
部屋に誠がいないだけで随分はかどったからな。なんでそんなに残念そうな顔するんだよ。なくて前を見ろ。やばいぞその鍋。今度は気をつけてくれよ。もちろんだよ。ならいいんだけどな。そういえば小雪。なに誠お兄ちゃん。制服のままってことは今までずっと料理を作ってたのか。うん、夕食の後からね。十和子さんにお願いして。なんでだ。なんで、なんでって、なんで。なんでっていきなり料理を作り出すなんて、何を食べたらそういう発想が出てくるんだ。ひどい誠お兄ちゃん。私だって年頃の女の子なんだよ。お料理ぐらいするよ。年頃の女の子ね。え、混んじゃって。ああ別に何でもないさ。何でも。変なお兄ちゃん。ほっとけ。そんなことよりもだ、まだ質問に答えてもらってないぞ。なんでまた突然に料理なんて作り始めたんだ。ね、それは。それは？それは、そうだ、うん、お料理の練習だよ。練習？そうだよ、練習だよ。だって、いつも十和子さんに頼り切っちゃうってのも悪い気がするし。
で。それよりも、まことお兄ちゃん。なんだ？私が作った料理、試食してくれないかな？まあ、それぐらい別に構わないぞ。もともと腹は減ってたんだし。本当？よかった。では、いただきます。ある程度のものは覚悟していたんだけどな。ここまでまともっていうか、うまいとは正直驚きだな。やったー。嬉しい。でもお世辞じゃなくて、うまいよこれ。でもこれ、結構作るの大変だったんじゃないのか？うん、だから今まで時間がかかっちゃったんだ。そうか、でもその甲斐はあったって感じだな。うまくできてるし。もちろんだよ、私一生懸命作ったんだもん。美味しく食べてもらえますようにってね。食べてね。ああ。でもあれだな、これならみんなも美味しいって言うよきっと。え？えって、とわこさんを手伝うために練習してたんだろう？ごちそうさま。って話しているうちに、まことお兄ちゃん本当に綺麗に全部食べちゃった。
言ったろ、本当にうまいって。だから余裕で全部食べられたよ。なあ小雪、この料理また今度作ってくれって言ったらできるか？え？それは多分できるけど。これ夜食にちょうどいいと思うんだよ。手が空いてる時でいいんだ。今度何かあった時作ってもらえないかな？臭いか？うんうん、そんなことない、そんなことないよ。任せといて、私今度はもっともっともっと美味しく作っちゃうから。悪いな、でも小雪の手が空いてる時でいいよ。いつでも作ってあげるよ。お兄ちゃんのためなら。ん？何か言ったか？ううん、何にも何にも言ってないよ。なんか違うのよね、あなたたちの演技って。違うですか？すいません。主役二人が揃って謝るんじゃないの。あ、すいません。それに全然違うって気がしないのも事実なのよね。何かが違うのよ、何かが。はあ、まあいいわ、とにかく一度休憩しましょう。単純にちょっと疲れているだけかもしれないし。はいはいはい、分かったらテキパキ休憩を取る。休むことも練習のうち。あ、はい、わかりました。小雪、ちょっと聞いてるの？小雪をしっかり休ませなさい。命令よ。あれ、私何かおかしいこと言った？小雪、少し休憩だ。なんでいっつも小雪ちゃんと組むのは誠やねん。腹立つな。
よしよし、しんちゃん、焼きもち焼いたらダメですよ。その頭撫でるのやめ言うてるやろ。でもまこちゃん。はい。まこちゃんと小雪ちゃん、やっぱりぴったり息が合ってるわね。そうですか。さっきはゆうちゃんに怒られちゃったみたいだけど、でもねえ、あの、何か？なんていうのかな、小雪ちゃん、あんまり元気がないみたいに感じちゃうのよね。小雪がですか？どこか体の具合でも悪いのかしら。まこちゃん、何か知ってる？いえ。王姫、それは違う。ただ王姫のことだけを考えていたから、俺は王姫に。吉高様、嬉しい。そこよそこ、そのセリフ。小雪、セリフだけ嬉しいって言ってもダメなのよ。あなた、それじゃちっとも嬉しそうに感じられないわ。すいません。これではっきりと分かったわ。私が感じていた妙な違和感、その原因は小雪、あなたよ。あなた、王姫っていうヒロインになりきれていないわね。セリフも動きも覚えた。予定では明日が鎌倉編の通し稽古ってこの時に。いまだにヒロインの気持ちがつかめていないっていうのはどういうことかしら。はい。小雪、セリフを変えてもう一度やってみような。これはそういう問題じゃないのよ。部長、セリフを変えても
多分同じことが起こるはずよ。それぐらい同じ舞台に立っているのならわかるでしょ。とにかく肝心のヒロインがこの調子じゃ今日はこれ以上無理ね。一応明日の午前中にもう一回練習するけど、最悪ぶっつけ本番で行ってみるわ。じゃあお開きにするわよ。部長。せめてもう一回練習を。マコ？演劇部の部長は誰？あたしよね。わかりました。そう、わかればいいのよ。